様方とこうして年1回お会いできて大変嬉しいです。まあ、皆さんのおかげでですね、中西健一さん、参議院みんなの党の一番の論客に育てていただきました。本当にありがとうございます。みんなの党は参議院では、レバレッジを持ってるんですね。なんといっても議運の一議席、これがポイントでございます。その上で中西さんは財務金融委員会、これに所属をしておられます。まあ、先ほども多分お話の中でですね、相当すごい話があったかと思いますが、まあ、繰り返しになりますけれども、例の復興予算の流用問題、あれは中西さんがとっくに追及をしていた問題なんです。こういうことがあるから復興基本法ダメなんだということを何ヶ月も前にですね、指摘をしていた。結局こういう問題に耳を傾けなかったのが今の民事公の談合体制であります。まあ、中西さん、その他もういろんな山のようにですね、すごい追及をしておられますが、まあ、それはもう本人が十分語ったと思いますので、まあ、せっかく私がここに登場しておりますから、まあ、最近の情勢一体どうなっちゃってんだ、まあ、あんた石原さんとこの間会ったみたいだけど一体どうなってんだ、まあ、そういうお話をちょっとさせていただきたいと思います。今日はあれですか、マスコミの方いらっしゃらない。そうですか。じゃあちょっと特別大サービスでお話をいたします。実はですね、石原慎太郎さんから、まあ、会いたいっていう話が来ました。知らない間からじゃないんですね。まあ、結構昔から知ってます。まあ、私が学生時代、なんと青嵐会っていう人民日報が一面トップで報じた政治集団がありました。その青嵐会の首位賞を書いたのは石原慎太郎さんの、芥川賞作家ですね。でなんとその芥川賞作家の書いた首位賞を直しちゃったのがうちの親父だったんですよ。あん時は石原さん怒りましたね。俺は芥川賞作家だと言って怒っておられましたけども、まあ政治の世界では政治家らしい文章ってのはありましてですね、まあ、そういう観点からどうも直しちゃったらしいですね。まあそれ もういきなりはしょって最近の話になりますけれども、まあ、実は私は時たま石原慎太郎さんとお会いします。どこで会うかっていうと某スポーツクラブで同じスポーツクラブに通ってましてですね、プールでこう泳いでる人がいいんですね。絶対顔を上げないんですよ。ブレスしないんですね。なぜかっていうとシュノーケルつけて泳いでる。それが石原慎太郎さんです。なんか遠隔の上陸訓練でもやってるのかなと思ったりしたんですが、まあ、本人の話を聞いてみますとですね、必ずしもそうではないんですね。渡辺君だ、君みたいにそのゴーグルつけて泳いでるとな、プールの中の汚いゴミがよく分かんねえだろ。プールの中はね、もういろいろ汚いんだ。つまり衛生上水中メガネをつけておられたということでございます。この、石原慎太郎さんにですね、このスポーツクラブの中で出くわしますと大体30分話聞かされます。大抵は腹式簿記の話です。国会議員の中でこういう問題分かってるんだ、君しかいないからと言ってお話になられるんですけれども、まあ要は公会計ですよね。公会計の話をどういうわけか私には好んでお話をされる。まあ結局そういう間柄なもんですからね、おそらく割と気軽にですね、
おっしゃったんでしょう、まあ、渡辺君とも会って話をしたい、まあ、それは大変結構なことなのでね、まあ、別にこっちから頼んだことじゃございませんのでですね、お話を聞いてみました。そういたしましたらですね、まあ、石原さんがおっしゃっておられましたのは、吉見君って、まあ、石原さん言うんですけども、吉見君、強くてしたたかな日本を作ろうじゃないか、まあ、大変結構なことですね。まあ、みんなの党は国家というのはもう本来業務に戻りなさい、つまり国家の本来業務というのは言うまでもありません、国民の生命と自由と財産を守る、領土領海領空はとことん守る、まあ、これが国家の本来業務です。ところが日本の歪みの構造はですね、その本来業務をちょっとおろそかにしておいて、国家が本来やらなくてもいいこと、例えば民間にできることを、特殊法人だ、独立行政法人だ、政府系金融機関だ、なんだかんだ作ってですね、民間にやらせないわけですよ、ね、天下りネットワークを作って民間にできることを民間にやらせない、地域にできることを地域にやらせない、それでとんでもない大きな政府を作ってるわけですね。まあ借金の額だけ宣伝されてますが、資産の額も世界一、これが日本国政府の不都合な真実ですよ。ですからそういう歪みの構造にメスを入れればみんなのと。で、あの石原さんがですね、吉見君、中央集権体制を打倒しようと言ってこられたわけですから、まあ私としては それは大変結構なことで、ということなんですね。まあ、石原さんのその お仲間の方々はちょっと違うかもしれません。まあ、みんなの党ができまして、いきなり立ち上がれ日本というのができたんですが、まあ、これはかなりみんなの党とは趣が違います。まあ、例えば中西さんが中心になってですね、みんなの党は郵政、民営化法案、民営化促進法案ですね、というのを作ってますが、まあ、立ち上がれ日本の先生方の中には郵政、民営化に反対だという先生もいらっしゃってですね、まあ、かなりこの辺りは趣が違う。まあ、要はですね、理念、中央集権官僚統制は打倒するんだという理念が、まあ、どこまで本気であるか、まあ、ここがポイントになります。まあ、そこでですね、まあ、いきなり一緒に暮らそうと言われてもですね、なかなかお付き合いも今までなかったのでですね、それはちょっと難しいんじゃないですか。まあ、一緒に暮らそうというんだったらまずはお付き合いから、まあ、もみじのシーズンですからね、じゃあもみじ狩りでも一緒に行きますか、と私は申し上げただけでございます。まずその東京都知事選というのが来ますんでね、そうすると東京都知事選、まあ実は去年ですか、去年だったんですね、もう、まあ、我々いろんなアジェンダを考えました。例えばその東京の地下鉄ですね、メトロとかその都営地下鉄、こんなもん一緒にしちゃったらいいじゃないかとかですね、それから東京都水道局っていうのは、まあ、相当優れた技術を持っておりますので和製水メジャーを目指したらいいじゃないかとかですね、まあ、そんなアジェンダを作っている。まあ、そこに 3.11 の原発事故が起きた。で、我々は電力自由化、これを徹底して進めていって脱原発を達成する、まあ、こういうアジェンダを作ったわけでございまして、電力自由化に賛成か反対か、まあ、猪瀬さんなんかは賛成のですね。そうするとお試し共同作業で都知事選を一緒にやっていたらどうですかと言ったら、まあ、石原さんがですね、君はなかなか頭がいいとか言いませんでしたけどとは言いませんでしたけどツイッターで言っちゃダメですよとは言いませんでしたけれども、まあ、すぐ納得をしてくださったわけですね。
ですから、そんな具合に、まあ、お試し共同作業をやろうというところまでは話は言ってるわけであります。まあ、昨日おとといあたりの何ですか、維新と立ち上がれの先生方のですね、政策協議を聞きますと、なんか相当妥協してるらしいですね、立ち上がれの先生方がですね。まあ、そもそも維新発作っていうのは港が提供したアジェンダが、まあ、下敷きになっている、まあ、消費税の地方税化なんていうのはですね、みんなのとは3年前から言ってきた話であって、まあ、実は今日は特別大賛成でこう言ってしまいますけどもね、地域主権型同州制をやるんだと橋本さんはずっと言ったんですけども、なかなか言わなかったんですね、消費税を地方税にするっていうのは。実は同州制に移行する肝心からめの政策が消費税を地方税にするということなんですね。で、そのことを、まあ、私は何でも言ってですね、で、高橋洋一さんを紹介をして、まあ、話を聞いてもらった。そしたらだんだん言うようになったんですね。それは今年の3月ぐらいですかね。ですから、なんか消費税の地方税化ってのは維新の専売特許みたいに言われてますが、あれはそういうことではありません。その知的所有権を持ってるのはみんなの党でございまして、まあ、ただ政策に知的所有権は主張できませんのでですね、まあ、これはパクリ OK という世界なのでございます。まあ、いずれにしてもですね、麻生政調会長と維新の浅田政調会長がもうすでに2回政策協議を開いております。まあ、3回目は まだ東京で近々やるわけでございますが、まあ、要はですね、第三極がいがみ合っててもしょうがないですね。ですからどうやって相乗効果を発揮できる体制を作るかということが大事なことでありまして、一番バカみたいなことは一つの選挙区に複数の第三極が出てお互いに潰し合う、これが一番区の骨頂なのであります。したがってそういうバカなことはやっちゃダメですよということを今口を酸っぱくして私どもが言っているわけでございます。まあ、石原新党が近々できるんでありましょうが、まあ、こういうものができましてもですね、地方集権官僚統制を打倒するんだっていうわけでありますから、おそらく立ち上がれ日本の政策とはかなり異質のものになっていくだろうということは容易に想像がつくわけであります。まあ、そうこう言ってるうちにですね、まあ、衆議院の方が解散されるんじゃないか、まあ、突如言ってきた。まあ、今月の20日だったかな、11月20日解散、12月4日告示、12月16日投開票なんていうシナリオがですね、まあ、突如出てきたように見えますが、実はこれは財務省がずっと言っていたシナリオでして、まあ、財務省にしてみればですね、要は自分たちの作った予算をですね、選挙後にズタズタにされたくないですね。だったら次の政権で選挙後に政府予算提案を作りたいというだけのことなのであります。まあ、そういう財務省シナリオで、まあ、今政局が転換を展開をしようとしております。さあ、これがどうなるか。まあ、野田芳彦さんという人はですね、もう最初から財務省路線に乗せられて、まあ、自分が首切られる時まで財務省路線でやるのかと思うと、まあ、ちょっと情けないですね。まあ、こういう情けない政権にはもう早いとこ退場してもらう。でも、まあ、本当に今解散して大丈夫なんかなって思うんですね。相当景気が今悪化をしております。ご案内のようにですね、まあ、中国の政治リスクが経済に相当悪影響を及ぼし始めているわけであります。で、アメリカのフィスカルクリフ、
まあ、財政の崖という問題が、まあ、かなりこれもオバマ大統領本当に解決できるのかという問題があるわけですね。まあ、こういう時に日本が早め早めに景気対策を取っておきませんと、リーマンショックの時に我々が5年前経験をしましたようにですね、これは相当危ういことになりかねない。それを考えますとですね、解散の前にきちんとやるべきことがあるだろうということを我々は申し上げているところでございます。私に与えられた時間がちょうど経過をしてまいりましたので、この話の続きが聞きたい方はもう一度読んでください。本当にありがとうございました。